さあ、ということで今回はある診断テストをすっごい懐かしいけどやってみたいと思います。はい、どうもリフテンです。アボさんです。ということで、ね、日曜11時20分こんな時間から今回はですね、懐かしいサイコパス診断をやってみようかと思います。もう何にもネタがなかったんだものでね。今回のサイコパス診断はむしろサイコパスの方に寄れた人が勝ちという、ことでいきたいと思います。サイコパスの答えに合ってたら、まあそうだね、まあ、1ポイントという形になっていくということでやっていきます、はい、で今回5月はね4回ぐらいラジオがあるんだけど、もしかしたら4回分ちょっとラジオをね撮るかもしれませんね。ずっとサイコパスいいかもしれませんね。よろしくお願いいたします。ということでやっていきますと、はい、サイコパス診断テスト43個あります。まあ、とりあえずサイコパスとは簡単に言えば精神病質、反社会的人格の一種を意味する心理学用語。まああれだね、もう殺人を起こしてるやつは基本的に全員サイコパスだし、なおそれでもう殺すだけじゃなくてもうパッと見人が見てここまでするかってやつのことをサイコパスって言うよね。バラバラね。そう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 。反社会的な人格を意味するサイコパシーを持つ方、略してサイコパスと言われてます。まあそのサイコパスっていうのは主にどういう人なのか、まず、まあ、良心的な心が一切ない、もうなんだろうね、もうあれだね、ポイ捨てとかも平気でしちゃう人とか、そういうことでもあると思う。あと人に全く共感しない、まあ、共感しないっていうか話も聞こうとしない、もう自分の中の世界がしかないみたいなね。平気で嘘をつく、ここもそうだね、もう知ったことかと、自分のいいようにね話す。あと罪悪感がもう 何にもない、まあ、普通人はさ、人にこう嘘ついたりしたりさすると罪悪感が出てきたりするじゃない。あと、まあそこでああしとけばみたいなのが出てきたり、もう人殺したら罪悪感なんてめちゃめちゃ出てくるじゃない、なんでやってしまったんだっていうそういうのが一切ないと。まああとは自己中的とか口が達者で、もうあれだ、表のはもう魅力的みたいな、だからとも書いてあるね、あとの塊じゃない。そう、これをもう全部あった場合はサイコパスの上級者と言ってもいいね、上級者でございます。さあ今回はそのサイコパスに寄ってみようということで、この寄ってみるマザーとハコさんがどっちがサイコパス寄りなのか、自分の思うように言えばいいでしょ。自分が思うようにも言ってもいいけど、サイコパスどうしようかな。でも今回どっちがいい、2人が決めて、サイコパスの考えでサイコパスに寄らせるか、自分の素直な気持ちで言うか。素直な気持ちにいけば、あ、これこそ本当にサイコパスやんってなるけど、素直でいく。素直、私素直でいく。じゃあそれの方が面白いか、まあ、じゃあ素直にするか、素直にするか。で素直でなおサイコパス寄りだった方がポイントもらえるからすいません、ポイントもらえるって言って、俺なんか今回そのポイントで優勝した人は何も考えてないからまだ到達なんでね。じゃあということでいきましょう。サイコパス診断初級編、突然のインターホン。あなたは家でテレビを見ています。ニュースで近所で頻繁に殺人事件が起きていると報道しています。そこでインターホンが鳴りました。さてあなたは扉を開けますか、開けるか開けないか、理由もできればあった状態でお願いします。さてどっちかな、どっちか、もう素直に決めてもらえる。私は開けない。開けない、なんで、え、誰だか分かんないから覗き穴で見る。なるほど。で、もしもしはするよ。なるほど、ね、ちゃんともう確認する。確認する。なるほどね、用がなければ開けない。なるほど、それも確認はするだろうけど、
けど開けるか開けないかだからさ、どっちなんだろうなと思った。うん、まあ自分の素直な方でいいよ。別にサイコパスに寄らなくてもいいし、一般に寄らなくても自分がこうだと思うことを、まあ、やってもらえればね。さて、俺は無視。無視、もう開けない。もうピンポン来ても面倒くさいだけだから無視。確認もしない。確認もしない。面倒くせえな。帰り。さてゲームだっていう、ね。ただ一般の回答はもちろん開けないでございます。理由は怖いから。うん、まあ、これが普通だね。サイコパスはもう逆の開ける。犯人を、あ、殺人を犯しても連続殺人犯のせいにできるからっていう理由があるそうです。あ、正当防衛ですって。そうそうそう、だからあれだよ、人を殺したいんじゃないですか。散々さ、どう考えてもお前が悪いのにこうバー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 暴言吐いたりしてるやつに限ってめちゃめちゃなんとか罪だなんとか罪だって知ってる人多いじゃん。うん、いやいやお前が言うなよっていうだからそう、なんか暴言めっちゃ吐いてんのに、うん、誰かがこう抑えようってきて捕まれたら、うん、あー暴力だーってなる。いやお前ヤクザかよっていうそういうのと一緒。さあ次、まあということで2人とも残念ながら一般、うん、俺も一般に入っちゃっていいのかな。開けないっていうのが大事、無視するっていうのはね。さあ犯人、まあ、殺人を起こしてもその開けないっていうのはサイコパスによらない、ただの殺人があってそれ以上のことをしたらサイコパスってことなんだろうけどね。じゃあ次、犯行後の犬の解放。あなたは犬が好きの、犬好きの、お金持ちの住む屋敷で強盗殺人を犯しました、犯罪後あなたは屋敷の犬を全て放ち自由にした、なぜでしょう。さあなんででしょう。犯人はもう、はい、お母さん鎖につながれてるのがかわいそうだったから、逃がした。なるほど、はいはいはい、あのな、うん、自由にしてあげた、そのかわいそうだなと思ったからバーッと話したってことでいいんだ、ね、そうあなたは犬好き、お金持ちが住む屋敷でもうせいに殺人を起こしたんだけど、まあ、犬をね、すんごい犬がいたと思って、うん、すごい犬いるじゃん、100匹おんじゃないの、もう犬大好きだから、もうちょっとこれはもう放ってあげようつって全部バーンって自由にしてあげました。さて、なんで、なぜ犬、なぜ犬だけ。随人とこの文面見るとあれだからね、あの犯行を起こした人は別に犬好きとは書いてないからね。あれじゃない、あ、逆か、うん、犬好きのお金持ちの家に入ってるってことだな。そうそう、あれじゃない、あの殺人を犯したんでしょ、うん、その死体を犬に食べさせるために放った。あ、なるほど、くいくい。わはさっきの答えでいい、いや、かわいそうだ。一般の回答はね、犬が餓死しないようにするためとか、まあ、それだからもうかわいそうだからって理由だよね。だから犬には、犬は関係ないから自由にさせたい。で、サイコパスは犬が犯行現場を荒らしてくれることを期待したからって書いてある。うーん、だからもうあなたサイコパスだね。上回るサイコパスだね。犬を使って自分の証拠となるものを全部こうバーって荒らしてなくしてくれることを期待するっていう、ハコさんサイコパスより、これ、ね、に入るかな、うん、まあサイコパスよりでしょう。結局その自分のその犯行に利用するってことだからね、まあ、もちろんこっちに関してはもうサイコパスどころじゃないぐらいサイコパスだけど、私犬をどうするでしょうっていうのかと思ったから、だったら殺しちゃえと思ったけど、話したって言うから、そう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 、うん、まあ、ということでアゴさん1サイコパス1サイコパス覚えといてね、1サイコパス、ということでね、もうすでにちょっとサイコパスが1人できちゃったけども、次、罪の自白。あなたは犯罪を犯し警察に捕まった。あなたは警察の質問に対し正直に全てを話した。それは警察が掴んでいない事件も含めて全てであった。罪が重くなるのになぜ全てを話したのでしょうか、ということでございます。捕まりました、うん、捕まりましたが全てを話しました。もうそれは今回捕まったことの事件以外の事件のことも全て話しました。でもそんなことをしたら罪が重くなるのは確かでございます、うん、でもなぜ全てを話したのか。
このサイコパス診断ですね、実際にその本当精神科とかも殺人で捕まった人たちにするものでありまして、この人が精神をがおかしくなってるかどうかの確認をするためにある本当にサイコパス診断っていうのが実際にあるんですよね。もうそれによってはその精神病院に連れてったりとか普通に刑務所に連れてったりっていう腰分けをするっていうのをちょっと前聞いたことがある。でこういうのは本当に実際に、殺人を犯した人に話を聞いてる本当にあった話でもあるっていうってことでございます。さて何でしょう、これね、初心今俺普通にさ精神異常者と思わせるためって言おうと思ったんだけど、すごい、うん、リフティングが精神の話をしたからさ、うん、違うかちょっと今どうだろう。そうだね、それだとちょっと違うかな。まあこれもあんま考えないで素直に自分がその立場になった時どう思うかってことをパッと言えばいいだけだとは思いますよ。この世間に嫌になった、嫌になった長く刑務所に入りたかった、あもう出てきたくないかったから、なるほどね、そこで死んでもいいやと思うぐらいにもうここの世の中が嫌になった、あなるほど、もうだから全部喋った、なるほどね、もういっそだったら全部言っちまおうと、うん、もう素直に言って、うん、なるほど。俺さっき言ったやつ精神なんですね、うん、一般の回答はですね、いずれかバレると思った、警察がどこまで知ってるかわからなかったから、うん、まあでも2人とも多分あれだよ、普通じゃないかな、一般の方に寄ってるとは思う、うん、俺の的にはサイコパスの方がね、自分がやったことを自慢したかったから、あ俺はもうこんなこともしたんだよっていう、で警察だからもう後先考えてない、うん、後先考えてないから精神の病院に入りたいっていうのは先を考えるでしょ、もうもういっぱい長くいたいからっても先のことだと思うんですよ、じゃなくてサイコパスは先のことって考えてない、もう自分がやったことを、へえ俺こんだけやったんだっていうことをもう自慢したかったからっていうことらしいでございます。すごいね、きしょい、うん、きしょいよ本当。なんかでもサイコパスのことを考えて答えた方が面白いのかもしれない、うん、おじゃあちょっと変更してサイコパス寄りにしてみるここから、うん、サイコパス寄りにしてみる、自分のじゃなくてここから面白いかもしれない。じゃあここから第4問目からはサイコパス寄りに考えてみようということでございます、うん、それでなお一般回答に寄った場合は本当に一般よ、あいやじゃあ精神異常、精神異常者、異常者じゃないでしょ、異常者、うん、精神異常者違う、精神異常者はそれサイコパス、サイコパスです、うん、普通の人、普通の人まともな人。じゃあ次、ペットと子供、あなたはある人を恨んでいます、そのために家に潜んで、その人を殺害しました、しかしそれだけではなく無関係な子供とペットも殺しました、一体なぜでしょうか。さあサイコパス寄りでお考えください。あの人はある人を恨んでいます、あいつ殺すと思ってその人の家に忍び込んで殺しました、でもその人以外のもうね、もう子供もなおペットまでも殺しました、さてそれなんででしょう、なぜその子たちまで殺したのか、自分のことを知ってるからじゃない、自分のことを知っているから、うん、子供もペットも自分のことを知ってるから、うん、殺さないと話されちゃう、ああなるほどね、そこにいたから、そこにいたから、おおそれすごい、ね、じゃあまず一般的な回答、顔見られた、現場を見られた、騒がれると面倒だから、サイコパスの回答はね、あの世で再会させてあげよう、ああそっちか、んすいません、もっとなお上があったっていう精神異常、そういうことか、ついでにあの世で再会させてやるよっていうね、その優しさが逆に怖い、うん、優しくねえよっていうね、お電話でございます、自転車そこ電波なくなるよもうそろそろ来ると、まあ、ということでですね、はい、でも結構サイコパス寄りっちゃ寄りだよね、うん、青さんの考え方かな、怖いもん、ちょっとこれ、ね、これあれかもしれない、下手こけはポイントがたまって優勝した場合警察に連行って可能性がちょっと出てくるかもしれない、それからの精神鑑定をしてもらう可能性が出るかもしれない、やばいよということで、ここはね、まだまだ全然あるんでね、うん、今回はそのサイコパス診断、はいはい
の月にするというのも一つ目が。自転車が来た。え、もう来たの？うん。じゃあ一回ちょっと止めるか。自転車持って。あ、16分か、でも。もう来たってこと？じゃあもうみんな一回止めるか。どうやってこれ止めんだ？助けて。クエスト。はい、ということで再開しました。じゃあ行きましょう。次、はい、謎の精神年齢。精神年齢？年齢。あなたは、あ、ごめん、影の精神年齢。影。全然違かった。あなたは影から見ている人がいます。うん、その人は一体何歳でしょう？あなたを影から見ている人がいます。自分の影。見てる。自分の影。建物の影とかじゃん。ああ、自分じゃないね。ごめんごめん。あなたを影から見てる人がいます。だからあれだ。影に隠れてこう見てる人がいるってことだ。その人は一体何歳でしょう？ああ、なるほど。はい。はい。10歳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 。うん。理由はわからないけど。あ、理由はあった方がいいかもしれない。まあまあいい。10歳の女の子。女の子怖いな。なぜそこまで？なんか10歳の女の子。80歳のおばあちゃん。すごい。これはサイコパスとかどうかっていうか。答えはね、まず一般的なのが自身の年齢と近い年になるわけ。全然違うわ。全然違えわ。で、サイコパスは自身の年齢より非常に若い。非常に若い。その理由的には影は自身の精神年齢を暗示しており、若いほどサイコパスになるんだって。だから若ければ若いほどサイコパス。もうサイコパスどころじゃないよ。精神年齢は若いとは思うけど10歳はないよね。10歳はちょっとすごすぎるよ。10歳で止まってるかもしれない。これは楽しかった時期が10歳ぐらいっていうのがあるかもしれない。精神鑑定をちょっと申し込んでおきます。なんで俺80歳のおばあちゃんって言ったかって。猛烈にババアになったし。白い老婆。あ、その映画界。死んだおばあちゃんと同い年ぐらいで80歳の。憑依してんじゃねえか。憑依憑依。まあだからまあそうだね。これはどうなんだろうな。まあ自身の年齢より非常に若い年っていうのが、まあ、サイコパスの答えだから、うん、まあまあまあサイコパス、サイコパスだね。サイコパス、1サイコパス、やった、1サイコパス。今どっちも今引き分けのサイコパス、1サイコパス。さあ、ということで次6回目。クローゼットの中に隠れた住人、あなたは泥棒です。夜中に、他者の家に入り込んだのですが、そこの住人に顔を見られてしまいました。住人は怯えてクローゼットの中に隠れました。あなたがナイフを持っていたとしたら、その住人をどうしますか？それ一般回答、サイコパス回答、それどっちでしょう？ナイフを持ってたとしたら、まず泥棒として入りました。ナイフを持ってます、はい、さあ物盗むぞ。住人に見られました。はっ、住人は怖くて、もうバレてる、バレバレだよってぐらいの勢いでタンスに隠れます。クローゼットね。あ、クローゼットです。で、まあクローゼットの中に隠れました。でも、まあ自分である犯人はもうクローゼットにもうここにいるってことが分かってる。さあ、そのナイフを持っています。さあ、その住人をどうするか。クローゼットの外から刺す。バンって、あの、よくこう、あ、一枚の板になってないクローゼットがある。あるね。そっか、そこからザッ。なるほどね、ザッザッて楽しんでる、マジックのようテテーンって出てくる。そしたらパーンって、まあだからもう殺すだね、うん、まあ、殺す。クローゼットから住人が出てくるまで待つ。おお、なるほど。一般回答、無理やり開けて殺す。タンスの上からナイフで切りつける。無理やり開けはしないけど、一般回答じゃん。無理やり開けはしない。タンスの上から刺すって。タンス、うん、そうだね、扉の、このね、サイコパス回答をね聞けば確実に一般なの分かるよ。タンスから出てくるまで待つ。おお。座って待って殺す。より長く恐怖を与えるためにずっと待つ。音立てずに。
今思い出したんだけど、前映画館で見た映画で、住人、まあ奥さんとか犬とかをバーって殺した後に、夫が帰ってくるまでずっと待つっていう犯人がいて、夫が帰ってきたら立ってバンって殺した後にカレーを食うっていう。あ、なんか見たことある気がする。その映画を見て思い出した。あれすげえサイコパスじゃん。V6 の森田さんが演技やってたやつ。あれ怖いよね。なんか血まみれになってカレー食ってて、そうカレー食ってて、あ帰ってきたと思って置いて殺してまた食べるっていうっていうね。次サイコパス、あそうだ、2サイコパス1サイコパス。次漫画のネタの、これなんつだっけ、盗むに咲く盗作、盗作、盗作、漫画家のあなたは自分の考えた話のネタとしてそっくりな作品が連載されていることに気づきました。後にその漫画は大ヒットし、盗作者は、富を得ました。その後あなたはその作者を殺しました。なぜ殺したのでしょう。もうこれもう京アニを思い出しちゃうんだけど。うん、本当だね。京アニを思い出したくもないこの事件。まさにあいつもサイコパスだけど。ああでも怖いなこのサイコパス回答。サイコパス寄りの回答って難しいですね。うん、その富を得た人自体顔が知られてないから。あんま分かんないよ。顔が知られてないから代わりに自分がその人に入れ替わるみたいな。ああなるほどね。じゃあ殺して俺が代わりに。本名でやってるわけじゃないじゃん、うん、ほとんどの人って。だからそのペンネームを使って今後自分も、なるほどね。もしその人が一人でやってるの、アシスタントとかがいたらダメだけど、一人でやってるのであれば、うん、できるんじゃないかな。思いつかない。じゃあここも素直に言ってみたら、なんで殺したでしょうって、それは恨んでて殺したでしょうっていうことしか出てこない。なるほどね。じゃあ答えいくよ、うん、とりあえず一般の回答は自分のアイデアを盗んだのが許せなかったから、うん、もう共和のやつ一緒。そうでただそうなっちゃう、ね、そのサイコパス回答に関しては監視されてるかもしれないと思ったから、あ自分が書いたやつを、うん、もうだからそれをあの全く同じ考えしてじゃなくて、それを 見られて、それを書いて連載されてってことは、俺監視されてるんじゃないかって。自分の部屋に盗撮されてて、そうそうそう、盗まれたと思ったってこと。でこれ見て思ったのが、そのハコさんの回答とともにね、思ったのが結構ね単純な考えなんだなっていう。うん、だその深く考えない方がサイコパス寄りになれるよっていうのが分かりましたね、これで。ということでございまして、とりあえず7問までは行きました。はい、5月の初めは今回ここまで、ここまで、はい、とりあえず今リードしてるのはハゴさん、はい、2サイコパス、2サイコパス、1サイコパス、どっちが精神鑑定を受けるのか我々交互期待ということで、ということで次回お会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。